正直に全部話した方がいい。ですが、本当に蓮先輩のこと考えているんだぞ。怒らないでしょうか、カノンさん。さあ、もしかしたらすごい怒っちゃうかもな。こんなに心配したのにって、うん、でもそれでもいいと思う。友達ってそういう部分を互いに知って、たまには喧嘩もして仲良くなるもんだろう。私も昔、シキと